こんばんは、ザ・ユーです。こんばんは。また今月もやってまいりました、ロックオンミュージック。はい、ザ・ユーのロックオンミュージック。生きてましたね、1ヶ月間ね。はい、なんとか生きてきました。はい、ずなりは痩せたみたいでね。あ、かなり痩せましたよ、10キロぐらい。1ヶ月で痩せたの？いや、そうでもないですよね。ゆっくりゆっくり、ね、なんかゆっくりゆっくりこう、へー、あのしんさんはあの座右でも雨の葉でも合ってるから、こう経過観察をしてみたい。あれ、ずなりと会うのは今1週間ぶりぐらい。俺、結構もっと経ってんのか。座右がね、少しお休みの時期がありましたから、ね、え、じゃあこの何週間かで多分急激に痩せてる。俺今日見た瞬間細って思ったもん。あの前の練習の時に、うん、あの直哉さんから、うん、つのりくん大丈夫っていきなり言われたんですよ。変な病気じゃない。そうそう、いきなり言われて、わかりますかっつって。へえ、ちょっとなんか痩せてきてます。流行りの炭水化物。ああ、そうですね。炭水化物抜きっていうか、抜いてはいないんだよね。まあなんかちょっと欲を出してたのは、ちょっと欲を抑えたぐらいですかね。そんなんで痩せるんだね。いや、でも大盛りプラス、うん、もう一つご飯ぐらいだったんですけど、そのご飯を抜いたぐらいです。大盛りプラスご飯を食べてたんですか。はい、そしたらみる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 太っていってですね。ああ、一時期ちょっとやばい時ありました。そうですね。ああ、ちょっと俺も痩せんとな。え？ああ、痩せます痩せます。痩せてるじゃないですか。いやいや、もうこの半年ぐらいで私もう豚野郎になってますから。本当に。そんなに？そう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 。俺も痩せないと。しゅんさんもなんか前に比べたらあれじゃないですか。そうなんですか。なんか一時期やってましたよね、あの炭水化物。一時期かわからない。そうなんだ。いや、今でもやってる。やってる。やってんだけど、本当俺お茶碗のこんな気しか食わない今。あの、そう。へえ。そしたら痙攣起こしてる。痙攣。足つぶって。ああ、ライブ中に。ライブ中に。栄養が足りない。そうそう。なるほど。少しずつね、また取り直してきてる。へえ。俺もう今まで人生ガリッガリで生きてきたから。まあですよね。ズボンのボタンが閉まらないっていう経験を初めてして、うん、本当にマジな話で、あ、ズボン縮んだなって思ったの。最初自分がでかくなったと発想がなくて。本当にちょっと初めての体験。ダメですね。まあ年齢もあるからね。この年齢こっからちょっと戻していかんと。ああ、新陳代謝がね、年々やばいことになっていきそうですね。まあロックバンドはちょっと痩せてた方がかっこいいですからね。シルエットもね、痩せましょう、みんなで。ああ、みんなでダイエットしますか。ちょっとじゃあ俺も炭水化物なんかやってみます。はい、さ、そのまま何も普通に生活してたら痩せてきそうだけど。いやいやいや、もう、もうやばい、やばいはず。そうだと思ってたらみるみる太ってしまったから。やばいわ、まあ、俺もそんなんでしたからね。ちょっと頑張ります。はい、ザユーダイエット。はい、で私たちザユーですけど、はい、ザユー以外にもバンドやってるじゃないですか。やってますね。はい、ずなりさんは雨と琴の葉を自ら立ち上げて、そうですね、やってて、でそのドラムを田川さんが叩いてる。そうですね、僕も参加してますね。ですよね。はい、そうですね。でさらに私はビリジアンっていうバンドもやってまして。やってますね。でそのビリジアンにも田川さんがドラム参加してますね。どっちもドラムですね。そうですね。売れっ子スタジオミュージシャンみたいな。本当ですよ。本当に。本当に。みんなと関わっていく。本当ですよね。全バンドとか全メンバー。すごい。でそのビリジアンが先日レコーディングしまして、うん、レコーディングというか一発撮りっていうやつをやりまして、上げてましたね。一発撮りを皆さんにどう説明しましょうかね。なんて言ったらいいですか。せーのでドーンで撮りました。せーのでドーンで、まあその通りですね。普通のレコーディングはせーのでドーンでは撮らないですよね、はい、うんうん、こうドラムとかベース、うん、ギターをそれぞれこう別々で撮って、
後でバランス整えていくっていうやり方なんですけど、うんうんはい、そうじゃなくて、はい、もうライブと一緒、ね、ライブでワン、ツー、スリー、フォーでせーのでドーンで音出して、うん、いっぺんに全員で撮るっていう、うんはい、そういうレコーディングをビリジアンこの前やってきました。しましたね。はい、アットグルーブ、あー浦添のグルーブ で、はい、やってきました。はい、高橋さん、うん、もう率直にどうでした？まあ、いや、良かったんじゃないですか。良かったですよね。思った以上に、そうそうそう、思った以上に良かった。やっぱ一発撮りってなんかみんな失敗して、うん、あーとか、うん、まあなるんじゃないかなっては思ったけど、聞いてみるとね、意外と大丈夫でしたね。うん、そうなんですよ。今日ちょっとこの後その音源もかけようかなと思ってる。まあまだちょっと ラフというか、なんていうんですかね、完全完成形ではないんですけど、とりあえず撮った音そのままかけてみようかなと思ってますので、ちょっとこの後皆さんお楽しみにしていただきたいなと思います。はい、はい、雨と琴の葉は本ちゃんレコーディングも予定 してるんだよね。一応そうですね、まあ、年末か、もう年末、あ、今年なんかちょっと怪しい感じはしますけどそうなの、まあ、うん、来年頭ぐらいには絶対やるでしょうね。おお、はい、今ね、いろいろ試行錯誤してますよね、うん、はい、曲を今増やしている最中、うん、もう曲は完全ズナリが作っていく。そうっすね、なんかもうやりたいことがもう溢れすぎて、ね、ああ今その状態だね、はい、うん、もうとりあえず一回こう全部脳みそごとこう取り出したい感じ。わかる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 、わかりますよね。もう耳からシールドつなぎたいもん、ね、本当に本当にね、本当にそのまま MTR 行きたいぐらい本当にね、どんだけ楽なことか、本当そうですよ、わ、うん、かるわかる、うん、でそれ一回出し切って、うん、出し切っ、もう俺の経験では出し切ったんだけど、なんか出し切ってる途中にまた湧いてくるから、はい、それですね。それを二回しぐらいした後にすっからかになります、はいはい、あ、すっからかになる、何にもなくなります。お、うん、ほう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 、何にもなくなった時に、いや、どうせできるでしょうって思ってるのよ。はいはいはい、二回しぐらいやってるから、はい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 、でやろうとした時に、はい、あれ、これ前やったな、ちょっと変えよう、あ、これもこの前やったなやばい、ネタがないということに怖い感じになるんですね。これなってくるんですね。そっからが勝負なんですね。うん、うわあ、そうっすね。それはもうなる運命でしょうね、これは。だからもうどんな小さなやつでもいいから、うん、ネタを溜め込んどった方がいいですね。本当に。もう例のこの録音はもう毎回やってますよ、本当に。ああ、もうそれがいい。地道にやってますね。俺はどんだけ後悔したことか。撮ってなかったの。もうちょっといい感じのフレーズ見つけても、はい、いや、こんないつでもできるっしょみたいな。ありますね。忘れていって。なんで撮っておかなかったっていうのは。そうそうそう。そうそうそう。よくあるのが、うん、風呂でシャワー浴びてるときに、うん、ああ、わかる。降りてくるときがある。めっちゃわかる。めっちゃシャンプーついてるのに、もう体まだ洗ってない。どうするこれ、忘れてもう上がったら案の定忘れてる。そうそうそう、本当にこれ絶対忘れないってやってるけど結局忘れてる。忘れる。他のこと考えちゃうんですよ。覚えてたのに出た瞬間、テレビの音楽が流れてきて、ああもう書き消されるみたいな。ちょっといやもういや本当にやめてってなるよね。あれはもう、もう、でも今もなるんですね、風呂場のもうすぐそばに iPhone 置いとかんといけんすね。今の防水のやつ置いとく。常に風呂を録音しとくっていう。気持ち悪い。いやでも大事ですね。いや本当に風呂場はねかなりの死角なんで。はい。と、はい、いうことでちょっとじゃあさっき話したビリジアンの、曲を流してみたいと思います。はい、これ本邦初公開。はい、一発撮りなのでね。はい、その辺をちょっと。ご容赦いただきたいという感じであるんですが、はい、じゃあ私がボーカル取ってます、じゃあビリジアンでバタフライ聴いてください。
まで夜が来るまでそうやって過ぎた日々は行ったり来たりの揺れる未来の変わる思いのまるで迷い色誰も知らないフィーリング聴きいただいたのはビリジアンでバタフライでした。ヘッドホンで聴いたらいい感じでしょ。これめっちゃいいじゃないですか。いいっすか。すごっ。はえ、これはイレさんが作った曲。俺が作った曲、うん、一回確かにスタっていうか座右のスタジオでも一回弾いたことありますもん。はあ、多分小杖さん時代か、うん、ありますあります、うんうん、これでももうあれだよ、カントにギター完全お任せだわけよ。あ、そうなんですね。なんもどうぞっていう。いやでもカントさん分かってますね。ね、すげえ分かってますね。俺がバーブ、ザ・バーブみたいな曲を作りたいって言って、はーはーバーブみたいに弾いてくれっていう。すげえ一番伝わりやすいギタリストの鏡っすね。はい、じゃあ先ほど聞いていただいたのはビリジアンでバタフライでございました。はい、よかったよかったっすね、うん、ああすごい一安心しましたね、あのヘッドホンで聞いてね、聞いて、うん、はい、ついちょっとチェックしてしまいましたけど、ね、聞き入ってしまいましたね耳が全員聞いてましたね。そう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 、はい、いや本当ってないかなと思うなんかあれですよね、このできたばっかりの曲ってこの自分が弾いてるパートとか声とかばっかりにこう耳がこうどん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 狭くなっていって、
全体的なバランス聞くのがちょっと時間かかりますね、うん、確かに、うん、今全体的に聞けて、うんうん、よかったです、うん、よかった一回冷静になったみたいな感じでしたねすごいすごい。これは売らないんですかこれ。まあ、予定売ります。売ってください。あのリーダーの元永関東さんがお決めにならっしゃられることなので、はい、はい、まあでも売ると思いますよ、うん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 、早く計画中ですね、はい、販売してください、はい、はい、でちょっとここの時間はあの私たち初中音楽の話ばっかりしてるので、はい、普通の話してやろうかなと思って今日思ってるんですけど、あのオープンフリートークですね普通の話 しようかなって言ったら2人ともちょっと俺に最初に振るなよみたいな梅雨じゃないですか。梅雨ですね、はいはいはい。だからちょっと雨とかの話をしようかなと思って。あ、はいはい、雨ね。雨と琴の葉じゃないですか。雨と琴の葉ね。琴の葉って何ですか。あれは普通に、まあ、言葉ですね。言葉という意味。はい、琴の葉。ほう、漢字で漢字なの。琴の葉の間に脳入っただけです。琴の葉です。琴葉。あ、琴の葉。はい、へえ。で、あれをカタカナにしたんですよね。ほう。で、雨、最初は雨の琴の葉っていうあのバンド名にしようかっていう話をしてたんですけど、ほうほうほう。そしたら、うん、なんかもう曲がそうなっちゃうじゃないですか。あの雨っぽい言葉の曲。あ、なるほど、ね、ってなるじゃないですか、イメージが。私はそんなんじゃないと思ってまあ一応なんか悲しい曲とかなんかそういう、はいはい、なんか暗めの曲とかよく作るので、はいはいはい、まあ一応じゃあそれは置いといて、じゃあ雨も好きだし、まあちょっと暗めっぽいのもあるから、じゃあ雨と、じゃあ琴の葉のじゃなくて、そうですね、とっていう、はい、あっていう。なるほど、はい、まあそんな感じですよ。そんな感じですね、はい。多分これからいろんなところでいっぱい聞かれると思うので。あ、そうですね、うん、あんまり説得力ないんですけどね。バンド名の由来とか、うん、曲のタイトルの由来とか、アルバム名の由来とかを聞かれるのがすごい苦手なんですよ、うん。タイトルとかは結構すぐペラッていけないんですか。の時が多いから、うん、もう本当にね、トイレでクソしながらつけてる時もあるかもしれないので本当に本当に極端な話あ、でもなんかあのタイトルはなんとなくわかりますそれは、うんうん、それをこうかっこよく言わなきゃなっていう気持ちになってきてすごい焦るんですよねまあでもありのままでいいんじゃないですか。だよね。うん、なんか、うん、多分なんかその意味のかっこよさとかよりかは、あ、こうして生まれたんだなっていう方が私はこうリスナーとして聞いてて、エピソード的なやつ。そうそうそう、なんかイレイさんこの曲ってどうやって作ったんですかとかたまに聞くじゃないですか、うんうん、こう どういう時に作ったんですかこれみたいな感じで聞く時は、もう単純にどういうシチュエーションでこの曲が生まれたんだろうっていう、うん、単なるなんかまあ疑問があって。状況。そうですそうです、状況とか、まあ、何を思ってここ持ってきたみたいな。そっか、そういうので、うん、そうですね、イレさんに聞く時ありますね。そっか、うん、こうなんか溢れる思いみたいなのを語らなくてもいい。あ、全然なんかそうね断片的なこのなんか条件かはどういうことだったんだろうみたいな。そうかそうか。なのでも知れたら、まあね、私も一ファンなのでね、あのザイオンまあそういうのは気になるわけですよ。そうなんだね、はい、そうか。そう、あ、いかん、また音楽の話した。ああ、俺本当だ。雨の話しようと思ってたのに雨は仕事とかに影響するんですか、生活に。あ、私は普段営業してるんで、うん、雨降ったら雰囲気は好きですけどね。俺もうちょっと営業の経験あるので。ああ、ですよね。ちょっとだけ濡れるっていうテクニック使ってましたけど。なんすかそれ。そしたらこう飛び込み先が、ああちょっと大丈夫みたいなすごいすいません、大丈夫です大丈夫です
で、なんだろうみたいな話に。これなんか上司も言ってたな、これ。これちょっとやってましたね、私。あ、なるほど。そういう作戦ですね。情に訴えるみたいな。これ客先聞いてたらどうしようかな、これ。田川さんは、外にあんま出ないっすか、普段は。いや、出ますよ、全然。出ます、うん、まあでも雨降ったらやっぱ出ないですよね。家に。そうだし。あ、ちまあ、まあ、仕事、まあ、自営業なんですけどね、はいはいはい、雨降ったら客が減るんじゃないかっていう心配とか。あ、そうなってきますね、うん、確かに、うんうん、そうそうそう、それがもう一番ですね、雨降ったら。そうか、晴れてほしい、ね、じゃあもうなるべく降らない方がいいってことですね、うん、蚊も多くなるし。蚊ガジャンですか。自分住んでるとこ中城なんですけど、ね、はあはあ、山なんですよ、はあ、はあ、もう蚊の宝庫なんですよ。蚊の宝庫。宝庫。初めて聞いた。この時期やばいですよ。へえ、うん。変な虫たくさんも山から降りてくるから。山から。うん、あ、まあ確かに。アフリカマイマイとかいう。ああ。家の前。あれ踏んだらへこみますね。そう。いやでもそう。うん。いるよ。俺最近見ないな。見ない。今生活圏にいないですね、アフリカマイマイが。いない。え、いるでしょ。いやいや、いないんですよ。何ちょっと都会に住んでますみたいな医療持ってから来たくせに。いや、でも、でも多分、入江さん家は、うんうんうん、あのちょっと、なんか木々がありますよね。木々がありますね。あそこら辺にいるってことですか。うん、いる、いっぱいいる、いっぱいいる。夜はもうコウモリ鳴くし、キーキーキーってやつですよね。入り表持っていた時は確かにいっぱい聞きましたね。いっぱいいるんだ。いっぱいいますよ。あのぶら下がってます、あの木にね、逆さに。そう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 。で、昔はめっちゃコウモリを探しに行ったりしてたんですけど。探しに、はい、あのなんかこう森の奥深くっていうか、なんかこう普通にこう道路歩いてても、うもうこうたまにジブリみたい。ジブリ知らない人がいた。ああ、ジブリは私ちょっと見ないんですね。ジブリ見ないんですよ。私ジブリ見ないんです、ね、スターウォーズは見るのに見ないんですまあそういう、まあ、ジブリ的なところにすぐ行き着くんで、はいはい、まあ、そこにこう西表にあの本土の方からこう宿泊に来た方々、まあ、親類が、はいはい、あの民宿とかやってたんで、はいはい、そこのこう案内しながらとか、はいはいはい、あ、こっちにいますね、コウモリとか案内した。あ、もうやってましたね。もう子供の頃ですけどね、だいぶもう中学校、小学校とかの時で、チップ的なやつを稼いでだけね。いやそれが稼いでないんですよね。そうなんだ。なんかこう、あの一緒にこう探しに行くのが楽しかったですね、あの時は。もう大人になるとね、あのすぐチップっていう感じ私もちょっとフィンフィンってなるんですけど、はい、そっか。そんそ、ね、いかん、また雨の話してない全然雨の話できんなこれ雨から関連していきますね、発生していく。ちょっとじゃあ雨の話諦めましょう。はい、うん、私たちライブがまた、これ座右のラジオなので座右のライブの話を、はい、しようかなと。はい、ライブ近々ありますね。そうですね、はい、末のやつですよね。そうですね、はい、6月末に、はい、その名も、ザ・ユー、チュラシマナビゲーターワラバーズ3組合同の、海外フェスに向けての資金造成ライブっていうね。あ、分かりやすい。分かりやすいですね。分かりやすい、はいはいはい、政治パーティーみたいな資金造成ってついてます確かにゴルフコンペかっていうのはい、っていうのをちょっと、あの私たち自腹でね、海外フェスに出演しなきゃいけないので、はい、うん、ちょっとあの少しでも稼げたらなと。そうですね、いうライブですね。はい、まあ、といっても別にあの全力でライブしますのでね、はい、あのすごいいい3組が集まってるので、うん、ごっついライブにしてやろうかなと思ってますけど。そうですね、しかも場所もね、うん、あの普段はなかなかやらない。やらないですね、うん、那覇の桜坂劇場すぐ隣のカラーズっていう、あれカフェですかね。カフェ、まあ軽食とかもね。そうですね、やってると。外からしか全然見たことないですけど、うんうんうん、私は、うんうん、っていう空間でこう爆音鳴らしますから、はあ、ちょっと楽しみですね、う
でその近くのドラミンゴっていうライブハウス、はい、ライブバーかな、うんうん、ライブハウスこの2カ所同時開催で、はい、うん、ドラミンゴではチュラシマナビゲーターがまた爆音鳴らしますので、はいはい、この情報はまた改めてお届けしたいかなと。6月30日ですね。で、はい、あのこ この、うん、今日言っとかないと6月30日、うん、ほんまや終わってるな終わってる、はい、ありがとうございましたみたいな感じだっちゃう。そっか、6月30日の、じゃあ後で言います。あ、じゃあ次のターンで、うん、後で言いましょうね。はい、はい、じゃあここでまた1曲、はい、ビリジアンの曲を一発撮りしたやつ、はい、また私がボーカルを取ってる曲を、雨にちなんでですね、はい、ウェザーレインという曲作りましたので、かっこいい、はい、じゃあ聴いてみましょう、はい、じゃあビリジアンでウェザーレイン。じゃあお聞きいただきましたビリジアンでウェザーレインでした。ありがとうございます。よかったね。ビリジアンも、はい、
なかなか卑怯ですよね。どの辺が、ね、心当たりがいっぱいあるんですが、もうどの辺がけしからないバンドですよ。全くもってこんなね素晴らしい曲ばっかり作って、これあれなんですよ、あの、うん、ザ・ユーの、はいはいはい、何だったっけ、ソフトスモークっていう曲とこれ、はい、姉妹曲なんですね、はいはいはい、コード進行がとても似ているっていう、はい、うん、それだけなんですが存じておりますよ。はい、素晴らしい曲ですね。ということで今月もこのコーナーを行ってみたいと思います。はい、はい、田川音楽講座。あれ持ってこなかった。あれピね、あのジングルねあるんですよね。次ね、次。俺てっきりあれ田川さんが作ったと思う。いやいや、あれ永田さんだったんだね。あれ永田さん、山下達郎みたいなやつを作ってたね。作ってくれてたんだけどね。はい、ということで、ね、田川さん、はい、今日は何の曲をやります。今日はですね、はい、ベインの曲はもう2回やったので、はい、リンコーというアルバム、リンコー、はい、ザ・ユーのファーストファーストアルバム、フルアルバムですか、ファーストフルアルバム、はい、のリンコーの1曲目、高原ですね。高原ですね、はい、この曲はもうライブで毎回と言っていいほどほぼやってます、はい、ほぼやりますね、ほぼやってます。しかも1曲目にやる確率が、うん、そうそうそう高い、そう、うん、またこの音もこういう音するんですけど、そう聞こえますかね、これそうこんな音するんです。すごい、このコードすごいコードなんですよ。これさっき教えてもらったんだけど、そうですね、一体何をやってるのかなと。これほんあの普通のコードはこれ E なんですよ、E ですね、ベースは、はい、なんだけど E じゃないんですよ。何になってるんですか。これはですね B マイナーが重なっている E です。はは、うん、E のこの音に B マイナーをくっつけてしまってる、うん、意味が分かんないですよ本当これ。うん、なぜこの音を選択したのかっていうそのまあ疑問もあるんですけど。そうですね、そうそう、はい、まああります。でこの曲はもうこれがもうイントロで始まって、はい、イレーザーのこのギターズ、はい、全員が入ってくるんですよね。そうですね、これをゴリ押しするっていう。そうですよ。で、ちょっとこういうコード変わるんですね。そうですね。まあこれの繰り返しなんですけど。そうです、そうです。さあまたここで問題なんですけど、これキーなんだっていう話なんですよ。キー。そう。E を弾いてる、E をもうちょっとゴリ押ししてるんですよ。はい。で、案の定これは E ではないんですよ。ない。また違う。これ A なんですよこの曲。A。キーが普通の A 弾く、これが本当のキーなんですこの曲の、はあ、うん、っていうのはこれまずちょっと説明しますけども、はい、いきますよ、はい、まあいつも通り数字で言いますけどね、はい、これチューニングが、すいません、1番 A、うん、2番、うん、3番、うん、で4番、うん、5番、5、6番、うん、で、まあ、7番やって最後戻ってくるんですけど、うん、この順番なんです。はあ、ってことは E は1、2、3、4、5番の音でスタートしてるんですこの曲、うん、これもめったにない、めったにない、めったにないですね。で曲は1か6に落ち着くんですけど、はあ、1は A ですね、はい、この曲 A が出てくるとこあんまないんですよ、ほとんどないんです、ほとんどないです、はい、1箇所あるだけなんですけどね、はあ、で1から6に落ち着くってですけど、6に落ち着くことがこの曲多くて、はあ、そうですね、ここです、ここです、そうですね、ちょっと順位が悪いですね、ここ、はい、なのでこの曲はちょっとマイナー調の曲ということになります。はあ、6に落ち着く、6に落ち着く、5と6を繰り返してるんですよ、うん、そうですね、こういう感じですね、そうです、そうです、そればっかりやってます。そうで、これがまあその最初の一部というか、はい、A メロです、はい、そっからこうサビですね、サビですね、サビですね、ここ難しいんですけど、
ここいや、そうそう、やっとこの曲の本質がこのサビで出てくる、ちょっとしかないですね、うん、で少し明るくなるじゃないですか、このサビって、このおかげで、うん、少しだけ明るくなる、そこにちょっと安心感とかっていうのがこのサビにあるんですよ、うんうん、そこまで安心感が全くない、ずっと不安な状態でずっとこれいつ戻るのっていう、ここどこなのっていう状態、ね、ああなるほど、どうなるんだろうっていう、そうずっと不安なんですよ、聴いてる人はずっと不安なんですよこれ一曲目ですからね、一曲目からこれを持ってきてるんですねなるほど、そうそうで、こうちょっと説明しますと、これは4、うん、2、5、この音、うん、変な音ですよね、うん、でこの後6に行くんですけど、うん、これって5と6の間なんですよ、ほう、5と6の間、うん、これはまあディミニッシュってコードを使えばいけるんです、うん、でまあズナリも結構好きな、こういう音好きなんだと思うんだけどこんな変な音、不協和音なんですね、なるほど、うん、不協和音をいいバランスで取った不協和音、うん、ただの不協和音じゃないです、ちゃんとちゃんとした不協和音、ちゃんとした不協和音、そうです、それがディミニッシュなんです、うんうん、まああまり言うと長くなるんで、なるほどなるほど軽く言っておきます、うんうん、でまあこういうサビがあってベースソロ、はい、じゃないな、俺ベーシストだよねそうそうそう、これだ、これですね、そう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 、うん、これもまあやってることはこの A メロと同じなんですね、うんうん、結局同じ、うん、同じことをベースがちょっとライン引いてるっていう感じですね、うん、ここあれですよね、あのベースのソロになって、うん、周りがこうドラムのこうチチチですね、だけで刻みぐらいの、そうそうそう、うん、ものすごく静かになって、はい、隣がちょっとピローンピローンみたいなやってますね、あそこも緊張感出ますよね、ちょっとそうですね、うんうんうん、これだから聞く人っていうのはそこでやっぱなんかちょっと喋っちゃいけない空気とかコードもまた不安なコードを使ってますから不安なコード、これ1曲目ですからね、これ1曲目ですよ、ね、ライブでもよく1曲目でつかん、これで掴みに行こうとしてますから我々ね、不安で掴みに行そう、不安で掴みに行ってるんですよでもまあ聴いてる人っていうのは多分それをまあ座右の持ち味だと思ってると思うし、うんうん、まあそれをヒデさんも持ち味だと思って多分1曲目にいつもそうなんですよこれ個人的に作曲して、うん、もう自分の中でトップ3に入るぐらいのガッツポーズの曲なんですよ、ね、私これ来たぜと思って、うん、あんま褒められないんですけど褒められないだいたいガッツポーズの曲俺あんま褒められないです自分がいいって思ったのはそうこれ絶対いいっしょっつったらなんか他の曲あれいいねって大体言われますけど、そうなるほど、まあ悪く言うとというかこれまあキャッチーじゃないですよまあ確かに曲自体確かにそうですねキャッチーな曲ではなくなんかその聴く人もなんじゃこりゃっていうようなところをつかみにいってるような感じ、うんそのまあ不安感 を形に音にしたような、なるほど、うんうん、音ですね。その後まあこのあ続きますけど、はい、これあとはもうサビが入ってきて、はい、まあそれで終わるんですよね、はいはいはい、サビが入ってきてで何でしたっけ最後は最後このまたこれで結局またこの5と6ですよ、この2つをまたご利用し、そうです、ご利用し、そう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 こんな感じ、どんだけこのコード押すんだっつうのに最後はもう結局これしかやらない、結局5で終わっちゃうんですよそうですねでもこんな感じでそうです、ね、5で終わっちゃってるんです、そうですね、あ最後この音が入ってるのかな、なんかこんな音が入ってる、これじゃないかな、これか、これです、これです、これです、なるほど、これは、うん、E だけど、サス4ってことですね、サス4、サス4、うん、サス4、E なんだけど、E よりも、ちょっと前向きですちょっと前向きなコード、ちょっと一歩オープニングよりかはちょっとそうです、やる気出たみたいな感じ、オープニングよりはエンディング向けのコードです、なるほど、なるほど、ちょっと少し前に進んでいる
なるほど、ね、感じの音を使って終わってますね、このね。あ、今知りましたけど。なるほど。で、まあ一応こういう曲です。高原ですね。そっか、うん、そういう気持ちでちょっとじゃあ聞いてみ見たいと思います。聞いて、そうですね、うん、光の源です、ね、なんこの曲の名前は光の源ですよ。です、ね、ちょっと私なんか情緒不安定になってきましたということで、じゃあ一回聞いてみましょう、はい、これはじゃあ、じゃあ座右のファーストアルバムの、輪行の中から光源。
い、お聞きいただいたのはザ・ユーで高原でした。はい、じゃあ先ほどお聞きいただいたのは変な曲、ザ・ユーの高原でした。不安な曲不安な曲はい、じゃあここでですね、はい、我らが PM エージェンシーの我らがって勝手に言ってしまったんですけどイベント情報をお伝えしたいと思います。まずア・フラッド・オブ・サークルの沖縄公演ですね。那覇のアウトプット、今月の17、18、土日2日間開催するっていうことですね、はい。うん、でこの2日目は泡盛ナイト、鬼殺しナイト琉球編と題し、激しく踊れる MC なしのノンストップライブの予定だそうですね。 MC なしなんですね。すごいな。でオープニングアクトにあの地元沖縄のシャルマイケンアカネが出るそうです。はいはいはい、なかなかあれですね。頑張って最近結構出てきましたね、シャルマイケンアカネ。そうですね、若い、まだ20歳とかじゃないですかぐらいかな。うん、いいっすね。うん、うん、でそうですね、この2日間参戦して足腰立たなくなるまで堪能しようということなので皆さん踊りまくっていただきたいですね。楽しいテーマ。うん、各プレイガイドでチケット発売中で、詳細は PM エージェンシーのホームページもご確認くださいということですね。でもう一個、今月23日、6月23日金曜日、今度は桜坂セントラルですね、ザ・ピローズやります。へえ、また来る。ピローズよく来ます ね。 そうですね。うん、3月、今年3月に21枚目のアルバムってことすごいな。21枚目のアルバム、ノック・イン・ザ・ブレインを引っ提げてのツアー。オルタナ全開のピローズが帰ってきて、昔からのファンも各地で熱狂ライブを体験済みということなので、沖縄でも暑い夜になること間違いなし。いいですね。すげえ。最近なんかあれだよね、若い人もオルタナとかグランジとかまたなんかちょっと盛り返した感じが、うんうん、あの我々応募したあのロッキンオンのあるじゃないですか、はい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 、あれいろんな全国の、うんうん、なんていうの、若手バンドのプロフィールとかキャッチフレーズもなんかオルタナとかグランジっていうワードが、オルタナ多かったっすね。多いね、はいはいはい。オルタナってなんかもう今オルタナが普通になりすぎて何がオルタナなのかちょっともう分かんなくなってるんだよね。解釈が違うと思いますよ、いろいろと。俺らがえ田川さんとか俺らの世代がオルタナって言ったら、もうああいうあの時代のですよね。要はハードロックとかそういったものが流行ってた時の違うことをしようっていうのがオルタネイティブですよね。今までとは違うっていうことですもんね。革新的なっていう意味なんだけど、うん、今のやつらがオルタナってどうなっていくんでしょうね。別物になるはずだけどね。そっか、うん、なんかね、ハイプス、ザ・ハイプスのメンバーと話す機会があって、どういう音楽聴いてるんだっていう話になったら、多分ハイプスもまだ20代ぐらいなんだけど、ニルバーナってすぐ言いよったのよ。ニルバーナって全然リアルタイムじゃないでしょっつって、いやでもいろいろ
もう音楽聴きまくったんだけど、ピンとくるのがニルバーナぐらいしかなかったっていう、今の20代の子が。へー、どうなってんだろうって感じですけどね。いやスタート地点に戻ったんじゃないですか。そっか、ズナリーはもう何、これがもう俺が欲していたもんだぜっていうような、もうインパクトがもうすごかったバンドとかって誰がいるんですか。もういっぱいいますよね。いっぱいいるんですけど、グレープバインかな。おお、そうなの。グレープバインに行きますね。へえ、グレープバインとジャミロクワイに行き着きますね。グレープバインとジャミロクワイか、うん、あでも雨と琴の葉なんかそうかもしれないね。あでもグレープワインの影響を受けて作った曲はありますね、うん、普通にありますね。なんかもう最近、うん、もう裏ボスみたいになってますね、グレープワインね。本当にいやなんかこれでもかぐらいのところまで深く奥深くまで、うん、ね、うん、曲作りがすごいから。なんかね出てきた時はね、うん、第二のミスチルじゃないけどそれぐらいのなんかもう各業界関係者がネクストブレイクはもうグレープバインだみたいな感じだったんですけどね。うん、まあ、でも彼らもやっぱオルタナチック、めちゃくちゃオルタナですね。でもすごい、はい、ね、海外アーティストにはあの影響を受けてるバンドだと思いますよ、うん、いやギターがマジすごいす、ね、呼ぶか。呼びたい、来年本当に呼びたい、やりたい、一緒に頑張ろう。グレープバインに会おう。呼びたいっすね。呼びたい、ね、うん、じゃあ来年の目標はそれで。はい、来年の目標は皆さんグレープバインを呼びますよ。本当皆さん来てくださいね。言ってしまったって感じ。記録されてしまった。はい、はい、っていうことなので、あもうこの曲が流れてるのでエンディングですね。この番組は PM エージェンシーとスタジオ G の協力でお送りしました。ということで私たちもまた日曜日にスタジオ G で練習しましょう。はい、します。はい、お世話になります。また来月なのでこの番組行きましょうね。それまで頑張って死なないように行きましょう。はい、行きましょう。はい、ということなので、あちょっと最後にですね、先ほどのライブ情報ですね。座右の次のライブ6月30日、喫茶カラーズバードラミンゴ、これ那覇の桜坂です。会場8時開演8時半、ライブチャージ2000円になってます。両会場行き来できますのでリストバンドやって、はい、はい、ぜひお越しください。はい、6月11日にもアウトプットでライブあります。ありますね。これはちょっともう時間があれなのでホームページをぜひご覧くださいということで、はい、ぜひ来てください。あ、はい、なんか来ました。コメントありがとうございます。うん、お疲れ様でしたと、まこちゃんさん、 ありがとうございます。お疲れ様でしたということで、はい、はい、じゃあ帰りましょう。はい、気をつけて帰りましょう。はい、今月もありがとうございました。ありがとうございました。